日露は新条約。日露は新条約。日露は新条約。は、安政2年12月21日、1855年2月7日に、伊豆の下田、現、静岡県下田市長楽寺において、日本と、ロシア帝国の間で締結された条約。日本、江戸幕府側全権は、大見つけ閣、筒井正則と勘定奉行、川地敏明、ロシア、側全権は、 提督、プチャーチン。本条約によって、エトロフ島とウルップ島の間に国境線が引かれた。カラフトにおいては国境を設けず、これまで同理両国民の混住の地とすると決められた。この条約は1895年、明治28年に締結された日露通商公開条約によって、領事裁判権をはじめすべて無効となった。 条約の正式名称は日本国ロシア国通行条約である日露通行条約下田条約広通行条約とも呼ばれまた条約締結当時の日本では広和新条約と表記していた本条約では最恵国待遇条項は偏無的であったため3年後の安政5年1858年に締結された日露修好通商条約で 総務的なものに改められた。条約交渉開始時点では、カラフトの国境を確定する予定だったが、両国の主張が対立したため国境を確定できなかった。長崎での交渉の中でロシア側は、カラフト最南部のアニワワン周辺を日本の領土とし、それ以外をロシア領とすることを提案した。日本側はそれに対して、 北緯50度の線で日露の国境とすることを主張た。交渉が下田に移る直前、川路は老中に宛てた書簡の中で次のように説明している。下田で交渉が始まると、火影7年11月4日、1854年12月23日の安政東海地震津波により大破したロシア艦、ディアナが沈没してしまったため、交渉は一時停止した。 交渉が再開し、安政2年12月14日、1855年1月31日、カラフトに国境を設けず、付録で日本人並みにエゾアイヌ居住地は日本領とすることで一旦は合意した。この時、川路はエゾアイヌ、何、アイヌと明確に分かれているので混乱の恐れはないと説明した。2月2日の交渉で、ロシア側は付録の部分のエゾアイヌを エゾ島をアイヌとすることを提案した。翌日、日本側はエゾ島同士のアイヌとすることを提案したが、ロシア側の反対が強く決まらなかった。4日、ロシア側から、付録はなしにして、本文に税まで通りと書けば十分ではないかと、提案があり、5日にはロシア側提案通りに決定した。その後、カラフト国境問題は、慶応3年、1867年の日露間 カラフト10日力則を経て、明治維新後の1875年、明治8年5月7日のカラフト、千島交換条約によって、一応の決着を見ることになる。北方領土問題において、千島列島の範囲が一つの争点となっており、日本政府は、1951年にサンフランシスコ講和条約で、千島列島を放棄したが、ハボマイ、チコタンは含まない。 北海道の一部であるとした上で、くなしり、エトロフについても明確にしなかった。これは1946年2月のソビエトによる一方的な併合宣言や、すでに朝鮮半島で始まっていた東西陣営による各地区、朝鮮戦争の緊張の中で、北方占領地や台湾、沖縄、小笠原などが焦点となったためである。ソビエトも米国による西南諸島、 台湾、小笠原諸島の国連新宅統治の形での実行支配を非難し、また、日本が放棄した、丘領土、南カラフト及び、千島の貴族を意図的に除外している、サンフランシスコ条約の英米案を非難している。サンフランシスコ講和会議において、吉田は、国後、エトロフのソビエトによる収容を一方的と非難し、また、ハボマイ、シコタンは、北海道、 日本の本土であると説明している。その根拠として、での平和的な国境の確定を指摘している。和田春樹等によれば、サンフランシスコ条約で放棄すべきと明記された地島列島、クリル諸島とは、日露和新条約から明記されてきた地理的故障であり、北方四島は当然に含むものであり、日本政府の解釈、と和田の言う。 クリルに北方四島は含まないとの主張は誤りだとする。和田によればこれは日ロア新条約を誤訳した日本語文を根拠とした主張であり、ロシア語、オランダ語からはこのような主張は成り立たないとする。1992年5月、日本政府はロシア語のパンフレット、日本の北方領土を発行し、ロシア国内に配布した。このパンフレットの中で北方領土は サンフランシスコ条約で放棄したクリル諸島に含まないとの主張をするため、日ロアシン条約第2条の日本語条文をロシア語に翻訳し、実際の条約とは異なる条文を作成したとする。条約交渉はオランダ語で行われ、オランダ語、ロシア語条文から日本語、中国語条文が翻訳された。このうちロシア語とオランダ語の条文は一致しているが、 日本語条文には第二条のクリル列島の部分に異なる箇所がある。ただし、ロシア語、オランダ語、中国語、日本語ともに有効な条約である。この成分間の文言の相違は、日露アシン条約の時点では何だ問題のないものであり、国境線はエトロフ島とウルップ島との間に確定されていることが双方の成分により明示されているが、 サンフランシスコ会議の際日本が放棄することとしたクリル諸島の解釈についての分離解釈の際に取り上げられ論点とされている。ロシア語、オランダ語では残りの北の方のクリル諸島と書かれているが、日本語では夫より北の方のクリル諸島と書かれており、日本語では残りのが抜けている。このため日本語の条文を見る限り、 クリル諸島の地理的故障とは、ウルップ島よりも北であるかのように読めるが、ロシア語、オランダ語では、クリル諸島の地理的故障は、ウルップ島以北に限定することはでないとする。これについて、木村博士は、残りの北の方クリル諸島の残りは、エトロフ島の残りともウルップ島の残りとも解釈できるので、これまでの日本政府の解釈でも、間違いとは言えないと説明している。しかし、 クリル列島とは、ウルップ島よりも北であるとの解釈以外の解釈が、成り立つことは認めている。1981年、日本では条約の締結された2月7日、新歴を北方領土の日と定めた。また、北方領土の日には、下田市で北方領土マラソンが玉泉寺から長楽寺の間で開催される。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。